こんにちは、ネイチャーエンジニアのカメラです。今回紹介する野鳥は、日本人にとって最も身近な野鳥、スズメです。パートナーのワンキチと一緒に紹介していきます。日本で最も知名度が高いであろう野鳥、スズメ。ご存知の通り、チュンチュンと鳴く可愛らしい鳥です。スズメは、昔から日本人にとって身近な野鳥でした。なぜなら、 田んぼがスズメにとって住みやすい環境だからです。スズメは稲を好んで食べますが、繁殖期にはヒナを育てるために昆虫も捕らえます。さらに、農地近くにある木造の家屋はスズメの巣としても利用されます。これらの歴史が長かったからなのか、スズメ自身、好んで人里で生活するようで、農地以外でも瓦や屋根の隙間。 電柱などの人工物を作って生活します。写真のように屋根などに身を寄せ合っている姿などはとても可愛らしくてほっこりしますよね。このようにスズメは人に非常に近い場所に暮らす鳥です。スズメの鳴き声がチュンチュンであることをみんなが知っていることとか、下切りスズメなど数多くの民話や童話に登場していることとか、僕らの日常生活に溶け込んでいる証拠。 他の多くの野鳥の場合、双眼鏡や高倍率ズームのカメラが必要ですが、近くでも見られるスズメは肉眼でも観察が可能です。スズメは最も身近な場所で観察できる野鳥とも言えます。このようにスズメは身近で親しみのある野鳥ですが、実は彼らは日本でその数を減らしています。日本におけるスズメの個体数減少の実態という論文では、 現在のスズメの個体数は1990年頃の個体数の20%から50%程度に減少したと推定された。さらに1960年代と比べると現在の個体数は当時の10分の1程度になった可能性があると書かれています。減少の原因についてはカラスや猛禽類などにおける捕食圧の増加、水田の減少や農作方式の変化による餌の減少、 都市部からの空き地の減少、えぐらとなる環境の減少などが推察されています。身近な場所で気軽に観察できるイメージであるスズメも環境変化の影響を大きく受けています。このまま減少が進めば、スズメたちが身近な存在ではなくなってしまう可能性もあります。そんなことにならないように、僕らが観察を続けることで、彼らの状況の変化に気づけるようにできたらいいですね。 スズメは短すぎて、あまり深く観察しようと思う機会はないかもしれません。しかし、改めて観察してみることで、面白い発見がたくさんあるはずです。例えば、人工物のどこに巣を作っているのか、餌はどうやって探しているか、など、人里での生活ならではの観察ポイントもたくさんあります。また、繁殖期や越冬、子育てなど、季節に応じた行動変化もあるかもしれません。スズメは、 一年を通して見られる野鳥なので、その行動の違いもぜひ観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近に見られるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。